ナジアアダームは、ハンガリー・ブダペスト出身のプロサッカー選手。ハンガリー代表、ブリストルシティ FC 所属。ポジションは、ミッドフィールダー。2013年8月、フェレンツバーロシュ TC とプロ契約を結んだ。3部に所属する、リザーブチームの試合で、プロデビュー。2015年5月、リーガ・クパのブダペスト・ホンベード FC で、トップチームデビュー。 同月のパクシュ SE 戦でトップリーグデビュー。2016年4月、デブレツに VSC を下し2015から16シーズンのリーグ優勝を達成した。UEFA ユーロ2016を控えた2016年6月、スポーツイラストレーテッドが、キングスレイコマン、ユリアンドラクスラー、ラファエル・ゲレイロと共に大会に参加する、ヤングタレント1 0 0の一人に選出した。 大会期間中は SL ベンフィカ、オリンピックマルセイユ、レスターシティ FC からの関心が伝えられた。2016年7月、ボローニャ f c に移籍。2019年8月、エフルチャンピオンシップのブリストルシティ f c に移籍。2021年8月27日、4年契約でセリエビーの AC ピサ19092席。 2015FIFAU-20 ワールドカップに U-20 ハンガリー代表の一員として参加し4試合に出場した。2015年9月7日の UEFA ユーロ2016予選北アイルランド戦で A 代表デビュー。無事 UEFA ユーロ2016本戦のメンバー入りを果たすとオーストリア戦とアイスランド戦に出場した。ありがとうございます。